つもりなの？お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生だ。今は俺の方が早い。私はしない。お前は何者だ？なぜ木の葉を狙う？俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか？さあどうだろうな。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか？お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるとでも思うのか？なぜ木の葉を狙う？言うなら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。何を？お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ？分かる必要はない。どうした四代目？里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。
キュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木の葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど。その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。